間違えた。こっちよ。おきげんよう。はい、はい、オーバーロード続きからやってまいります。さて、森に行く前にまず装備が変えるかどうか見ていきたいと思います。ディディリンディディリン、音楽が壮大です。はい、さあフォージしていきましょう。お、ゴールドが2660溜まっていますね。で、値段は武器は全部同じのようです。うん、ここでは魔王様をちょっと盾にしたいので防御力をガンガンに上げていきたいなと思いますけども、なぜかアーマーよりもヘルメットが高いんですよね。どうしましょうか。意志力を誇示する。誇示したいな。誇示したいけれども、アーマーの方がなんか防御力高そうですね。アーマーにします。あ、スチール。ちょっと待ってくださいね。一回戻ってみましょう。アックス選んでから。あれ、アックスは持ってるはずですよね。スチールアックスは。はい。同じこと。じゃあ、スティールの、アーマーを作りましょう。何これ。そういうことか。そういうことか。防御力を増大させる。ブラウンズをこう投げ入れることで防御力がこれはいいのかな。これはいいのかな。トータルで325体のミニオンさんを投げ入れることができるんですが、今181匹しか持っていないので、これだとゴールドを無駄にしてしまう気がします。なのでまたブラウンズを集めてから来ましょうか。試しに他の見ますか。フォージのヘルメット675も入れられますね。これは後で投入できたりしますか。アップグレード、スチールアクス、スチールヘルメット、あ、後で入れられるようですね。スチールアーマー、すでにも325、あ、同じもののようですね。じゃあ買う必要なさそうですよ。じゃあいつでも投げ込めるということなのでこれはなんか、なんだろうな、ミニオンさんが目の前にいなくて数字だけ見てる分にはこうサクサクポン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 導入できるんですけども、実際かなりエグいことしてますよね。じゃあ試しに、そうだな、半分投げ入れてみますか。半分くらい、50、ちょっとゆとりを持ってちょっとやってみましょう。フォージ、はい、さあどういう感じになるんでしょうか。あ、すごい数だ、すごい数だ。そしてみんな溶鉱炉に喜んで飛び込んでくれる。あ、ミニオンさんが防具に変わってしまいました。そして今ので強くなったんですか。一応ディフェンスがプラス5になっていますね。うん、でトータルの数が減りました。これでちょっとずつやっていけばいいらしいですよ。ヘルメット、これは操れるミニオンの数を増大させる。これは大事ですね。10体、5体、10体、これ試してみますか。はい、ポージ、やはりたくさん操れる方が有利ですよね。そしてブラウンズが飛び込んでいく。レッツもグリーンズも飛び込んでいく。こう嬉しそうだからあまり、なんだろう、悲壮感がないというか。さあ増えましたか。
どうですか？確認してみよう。まだプラスにはなっていないですね。全然数が足りないようだ。じゃあこれはもう強化。はい。強化するために羊さんがかわいそうとか言ってられなくなりましたね。はい、では森に行きましょう。はい、森に到着です。ここではグリーンズが活躍できそうなので、グリーンズをちょっと多めに、ちょっと多すぎるかな7体ぐらいにしましょう。でレッツも必要かな。そしてブラウンズ、よし、これでちょっと操作を忘れております。グリーンズが7体、レッツが3体、ブラウンズが5体、これくらいでいいかな。お、よし。基本的にはブラウンズを特攻させて敵を倒していきたいと思いますけども、あとステルスもちょっと、あれ、前より敵増えてる気がするな。グリーンズのステルスも使っていきたいと思いますけども、多分大きい敵にしか通用しないというか、効果的に効果を発揮できないと思いますね。お、備品です。イエーイ。グリーンズも、あれ、そういえば尻尾がついてるのはグリーンズだけかな。あ、他もついているけれどちょっと 見づらいですが、お、なんだこれ、なんだこれミニオンの魔法です。ちょっとこれ運ばせるのは他のグリーンズにした方がいいかも。あ、でももう運んでいるからいいですね。敵もいなそうですし、これなんでしょうね、魔法のようですが、ミニオンの魔法だから魔王さんが撃てるようなものではないのかな。足に気をつけてね。アンガー、お、あ、これだ。ここで、おお、アンガー怒らせることでミニオンを強化する魔法のようです。おお、使いどころがちょっとわからないですが、ボスの時にうまく使えそうですね。オールでもじゃん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 行けばいいかな。あ、自動でレッツが最後に特攻するようですね。よーし、ありがとう。さあ、こっちかな。前回このマップこのマップ全然、あ、間違えた。ファイアーボールと同じ感覚で使ってしまいました。強くなっていますか。こう黙々が出ていますけど、今まだ効果続いてるんでしょうか。よいしょファイアーボールかと思って打ったら違いましたね。お、エルフさんがいますよ。よし、お、ここに植物があるということは近くにありそうですね。それにしても急に虫さんが増えてきたな。どんどん狩りましょう。よいしょ。このでかいやつがちょっとあれなんですね、危ないんですね。あ、ここに行けばエバーナイトのエルフさんに会える。あ、ハロー。まだアンガーの効果が続いていますよ。強くなっていますかね。あまりわからないですけどね、数字で表してくれるとわかりやすいと思いますが、見て、あ、そういえば魔法がいつの間にかゼロになってる。もしかしてこれ発動すると自動発動しっぱなしで自動消費なのかな。トグル式なのかな。そして結構硬い。あ、こうしてみるとさっき、お、グリーンズが装備を取ったけど、ザー、あ、まだいるまだいる、ちょっとなんかぼーっとしてますな。グリーンズは装備は取っても
回復、装備はしないようですね。あ、こっちですね。グリーンズ解毒していただきましょう。結構あのこのツタがビョーンと伸びているので、その先にあのコブがあると予測すると、もしかするとこのマップの外にもコブがあったりするのかもしれないですね。同じこと思ってました。おっ、でかいのがいる。ちょっとこれはグリーンズを有効活用しなきゃですね。ちょっとグリーン、あ、レッツがまた、レッツはいなくなりやすいな。ここにレッツを置くのが良さそうですね。しかし今レッツがいないので、グリーンズとブラウンズでどうにかするしかなさそうだ。なんでレッツは簡単に死んでしまうん？ああ、ちょっと待った。固定。で、ファイアーボール。そして、ちょっと、こっちよ。よし、いいぞ。ザー。よし。ブラウンス、行け。よし。こう自動で飛びかかってくれましたね。予想外です。そしてブラウンズを指定しようとしてらしていたところ切り替えできていなくて、うまくこう攻撃させられませんでしたが、結果的には倒せました。そして犠牲もないです。いや、いいですね。てっきりまた個別に指令しなきゃいけないのかなと思っていたんですけどね。壊せそうですよ。おお、こっちでいいのかな。よいしょ。あうち、お、たくさんここは稼げそうですよ。じゃあカットします。はい、一通り荒らしました、掃除しました。はい、では先に行きましょう。結構あの虫さんが多くてかなり稼げますね。意識してこう、なんだろう、集めなくても良さそうです。進んでいくだけで自動的にライフフォースが溜まっていくようですね。よいしょ。あのレベル上げとかすごく嫌いというか苦手なんですよね。とてもあのレベル上げが楽しいという方もいらっしゃいますけど、私からすると退屈でしかないという感じですね。ここは何もなさそうですね。隠しアイテムとかありそうなんですが、こう建物が立派なので。でも何もありませんでした。さあ、おー、賑やかだ。どうしようかな、どっちから行こうかな。先にあの大きいやつをおびき寄せたいですな。それとも来ないのかな。こちらから行かないと来ないのかな。戻って戻って、勝手に行かないで。あの遠距離攻撃がちょっとやらしいな。さあ、大きいやつをちょっと、グリーンズをこの辺に置いて、あ、武器と、あ、装備してますね、グリーンズ。よし、じゃあちょっともう一回戻ってグリーンズ行って、よし、コン、あ、ちょ戻って。危ない。もしかして今一体やられてますか。なんでそう飛びかかるんだい。そして大きいやつは降りては来ないようだ。グリーンズ、よし、いいぞ。基本的に後ろに固定すればこう飛びかかってくれるようだ。でもさっき真正面に飛びかかっていきませんでしたか。
予測ができないな。そしてでかいの来る前にちょっとドーン、ちょっと足りないな。ミニオムさんが足りないな。グリーンズ、グリーンズ、今がチャンスじゃない。降りては来ないようなので、どうしよう。グリーンズだけ動かして、よし。あれ、範囲攻撃なのか。先にでかいのに集中砲火、よしよし。操作が難しい。よいしょ。なかなか犠牲なしには進ませてくれなくなりました。そしてなんとかここは制圧です。補充しよう。レッズは今必要なさそうですね。ブラウンズは一体も死んでいないので、グリーンズをちょっとブラウンズで戦わせてる間にグリーンズを補給しよう。これも、おコブが壊れました。そして2体来た。よし、ブラウンズを増やそう。ブラウンズ、よし、どうしようかな。魔法の HP も多くないですよ。あそこに回し車がありますね。これあれですか、あの1回ワープして戻れば。あー、ここで回復できるのか。いや、やらないですけどね。回し車があって、どうやらまた棒を探さないといけないようですね。さあ、彼らは階段を登って来られないようです。それをうまく利用したいな。あ、そっか、レッツがここでお、登ってきたやつを先に叩こう。レッツで遠距離攻撃ポンポンやってれば安泰なんじゃないですか。嬉しいぞ。そして装備をどんどん身につかせて、あ、来た、よいしょ、よし、よしいぞ。うー、上がってきますね。結構上がってきますね。先にじゃあ雑魚敵倒せそうだな。グリーンズ、いける、いった、よし、いったぞ。あ、でも範囲攻撃があるんだ、あの大きいやつには。ダメだ、グリーンズがすぐにやられてしまう。これはブラウンズ、やはりブラウンズメインですな。このまだいる。これ無限湧きだったりしますか。もし経験値制だったらすごく美味しいんですけどね。よし、さあフルボッコにしましょう。そして君もフルボッコ。あの範囲攻撃がどれほど効くのか不明ですね。あー、大きいのが登ってきた。グリーンズを上から、よいしょ、で、ブラウンズ、グリーンズ、戻って、うー、グリーンズ、グリーン、ブラウン、これで勝てる。よし、いいぞ。思うようにいかない。オール、よし、結構多いな。あ、彼あれですね、棒を担いでますね。お、先に倒せるチャンス、よし、持っといて。装備を整えつつ、ありがとうございます。グリーンズでそーっと背中いけるか、よし、戻って、よし、そしてもう一回、
背中で前からブラウン、そして魔王も叩く。うまい、やったー。よし、さあ棒を挿入しましょう。ガチャーン。レッツが使いこなせないですね。あ、足りない。あ、 OK です。よし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 。さあコブはあと何個あるんでしょうね。今2つ破壊しました。こう今までのゲームの傾向だとあと2つありそうなんですけど。おお、あ、装備が消えてしまった。グリーンズは5体でいいかな。火を消す場面がないのでレッツは必要なさそうです。よし、はい。おお、溺れるのが遅いもの。ブルース、あ、先にブルーを。あのカエルさんなんだろうな。すごいテカってますが、ブルーズを先に見つけないと進めないところのようです。では備品を持って帰ろう。ということはここじゃないのか。あ、そっか、ブルーズはあのあそこですね。あのあそこどこだ。薬病神、病気が流行っているところがにいるんですよね。だから一回そこ行かないとここはクリアできないのかな。どうなんでしょうね。あ、じゃあちょっと伸びているツタを確認しましょう。一本はこっちに伸びていて結構ありますな。結構伸びてますな。あの5って書いてあるところに行きましょうか。まずはちょっと備品を運び終えてからあそこに行きましょう。お、やった、20体最大で出せるようになりました。イエーイ。さあ、あの5を目指していきたいと思いますが、出てくるよ。よし、この子たちは基本近距離で叩けば。よし、おーこれ嫌い近距離で叩けば犠牲はないと言おうとしたんですが、でかいのが出てきました。そしてここで熱が出せるようになります。ということは炎が出てくるのかな。お、コブだ、やった。よいしょ。でこっちに5って書いてありましたよね。あれだ、あっちにもコブがありそうだな。先にじゃあこっちを壊しちゃいましょう。あ、仕事が早いですね。多いほどダメージを与えられる。お、いいですね。ちょっとここは毒ガスに囲まれているので事故で入ってしまわないか心配です。だから、あー、列なんで そんなにすぐやられてしまうあー、だから先にここを離れましょう。もう用は済んだことですし、そして至る所にホールが用意されているのがもうあの制作者さんにここでやられているだろうなと、あの想定されているような気がしてとても優秀な制作者さんですね。さあ、ここ来たような気がしますが、ここで初めてあの毒の爆弾を使ったような気がしますね。ちょっとマップがないので確認できないんですが、で、あっちには、あっちさっき行ったのかな、行ってないですね。あ、そこから行くんだ。さあ、ここにはもう用がないと思ったんですが、こっちから行くんでしたねよし、あ、先に解毒しましょう。グリーンさん、先に解毒しましょう。しゃーしゃー、よし、いいぞ。
こっちが初めて行く場所かな。違った。ここはショートカット開き済みの場所でした。あれ、迷いの森かな。迷子になりますね。あの子が気になるな。あそこ行ってみましょう。あ、塞がったホール。ということは先にあのブルースを呼んでこないといけないのかな。あ、でもここにツタがあるので、ここの彼のシールドを剥がすまではブルースは必要なさそうですね。本当かな。お、なんだこれ、備品かな。防御魔法、いいですね。ちょっとじゃあ運んでる間この辺をちょっと探索しましょう。ツタが向こうに伸びてますね。なんだかブルースが必須な気がしてきましたよ。ブルースがいないとここは無理のようですね。そっか。じゃあ、じゃあ今日はこの辺で一区切りさせていただきたいと思います。次回前々回行ったマップに行ってブルースを仲間にしてから、またこっちに来てコブを壊してシールドを解除してあの人を救済したいと思います。本当に救済なのかな。疑問はたくさんありますが、ということで、あ、使ってみよう。おお、これもあれですか、使いっぱなしのやつですか。使う分だけ減っていく感じですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よければ次回もまた見てくださいね。それではお疲れ様です。